てか、セガ Mark3 のグラディウスあったのは知らなかった。ちょっとやってみようか。ちょっとね、タイトル紹介だけやるとか言いながらゲームやっちゃってますけどね、ちょっとね、すぐ見てみたいやつがあった場合、やる場合ありますよ。おー、なかなか。これは MSX 版にちょっと近い感じかな、出来的には。なかなかよくできてるね。おお、すごい。グラディウスはね、ヨーロッパだけ出てたんですね、マスターシステムで。ああ、やられた。なるほど、こんな感じなんや。あららら。ああ、潰せなかった。レーザーこんな感じなんや。多分上上下下左右 BA なんて使えないと思いますからね。やるまでもないと思います。絶対できないと思います。赤いやついる。当然なんもないよな、これ入っても。MSX 版に近い感じがしますね、なんとなく。ゲーム的には。おお、これレーザーあるんや、ここで。すげえな。おお、でかっ。ビッグコアでかっ。ああ、やられた。お、でかさに驚いてやられたって感じやね。ダブルでいいや、もう。危ね、危ね。結構戻されるね、これ。ボスまで行ったのに。あー、難しい。結構残機はあるね。いや、この状態だと火山まで行ったんしたって厳しいでしょ。危ね。あ、レーザー怖いね。レーザー怖いよ、これ。これ厳しいでしょ、これ。なんとかなるか、まだ。
まあミサイルがあったからまだ良かったね。ビッグ4は真ん中で待ってしまうかね。ちょっとファミコン版のあれで真ん中で待ってしまいますけど、これファミコン版よりも絶対強いもんな、このビッグ4の方が。あんまり大きく動かなくて、大きい動きしなくても勝てますね。2面ですね。あ、危ね、危なかった今。よし。あ、間違えた。あ、しまった。あ、やられた。オプションをね、今2つつけよう思ったら間違えてレーザーに乗ってたよね。ダブルで行きましょう、ここは。ストーンヘンジですね。危ねえ、怖っ。レーザーになりました。このカクカクした感じのスクロールの仕方はちょっと MSX にかなり近いですね。ここまで来ましたけどね。あー、オプションが取れなかったね。あと1個あればな。あれ？こんなとこなかったよな。あー、くそ！こんなんなかったやん。ファミコン版にも MSX 版にも。あんなとこないやん。もう、あの後ね、ちょっと違うんやね、MSX 版はね。MSX はあの、セガマック3版はね。ちょっと仕様が違うんと。うわ、これきついな。ここの、この後もうあれですよね。もうボスだったんですけどね、ファミコン版とかで。そんなんなかったやん。はい。大体わかりました。難しいですね。Nintendo DS やるつもりだったんですけど。これ多分やってないのかな？どうやったかな？やったのかな？覚えてないな。やったような気もするし、やってない気もするし。なんか MSX 版にかなり近いんですよね。出来が。ああ、やられた。もちろんね、好みコマンドないですからね、当然。めちゃめちゃ速いから倒しにくいですよ、これ。あ、取れなかった。敵の動き早いな、一面から。
パン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 って何？ああ。なんか変な太鼓みたいなメロディーがたまに入ってるけど。レーザーするか。ほら、ポンポンポンって言っちゃうの。太鼓みたいなのちょっと入ってんの。ほら、今入ってましたね、太鼓。危ね。あっと危ね。ポン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 。あ、やばいやばい、うわ、急に出てくるから、あれも。しかも、コナミコマンドないからな、これ。かなり厳しいんですよね。残機はあるけども。カプセルのあれ取るのはいいけど、見てる余裕ないですよ。敵の攻撃見るのが精一杯で。ああ、もう。これ最後の残機ですね。これね、敵の攻撃激しいですよ、これ一面から。だこと、ああ難しい、ダメや、無理っすや、これ無理や。はい、終わり。あのグラディウス2の、あ、MSX 版の言うたらあれですよね、セガマスターシステム版ってことですね。あ、このメーカーね、すげえな。これマスターシステム版のグラディウス2はあるの知らなかったですね。あ、やっぱそうです。これね、MSX 版でもあった、あの、グラディウス2の、あ、でもなぜかペンギンになってる。これ完全にあれやん。パラディウスになってもうてるやん。ミサイル。音楽全然違うね。やっぱそうですね、これ。MSX 版のグラディウス2ですよね。内容は。マスターシステム版で移植したんですね。ペンギンに、なぜかペンギンになってるけど。ペンタローになってますけどね。あの、パルディオスのね、ペンタロウ。これあれですよね。結局南極大冒険の主人公のペンタロウなんですよ。あ、やられた。ダブルが欲しいな。ダブル。はい。うわ、弱いな、このダブル。連打できないやん。レーザーの方がいいか。連打できない、このダブル。一連射しかできない。
レーザースピードがないんですね。スピードあんまり取ってなかった。なんかペンギンがレーザー出してるとなんかちょっと変ですけどね。おお、危ね。グラディウス2自体難しいゲームなんでね。うわ、危ね。もうカプセル取ってる余裕ないもんな。そうそう、これね。音楽はでも全然違いますね。MSX 版とね。かんな。カプセル取ってる余裕ないな。もう避けるのが精一杯。うわぁ。スピード取らないかな、スピード。うわ。かろうじて進んでるけど。うわ、やっぱやられるわ。難しいな、これ。こっからか。なんか、ハートになってるような、ビームが。スピード、ちょっと取っとくか。はい、スピード2つぐらいあった方がいいな。あー、カプセル取れなかった。うわ!やっぱむずいね、一面ね。これコナミコマンドもちろんないですからね。残機は結構あるね。もうね、ああしまった。カプセルのなんかあれ見てる余裕ないんですよ。何個取ったとか、今、スピードアップどれかとかね、よく下に表示されてるんですけど、あれを見る余裕ないんですよね。もう、避けるの精一杯で、脇見運転ができないという感じですよ。グラディウスってそうなんですよね。カプセル取るのはいいけどね、避けるのが精一杯だから、下の、パワーアップのあれ見る余裕がないんですよ。うん。じゃあ、これ終わりにします。難しいですね、やっぱり。うん。一面クリアできなかったですよ。